あらみさん、こちらです。ぜひこれです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、LINE ペイ、メルペイ、オリガミペイ、D 払いなどということで、まあ先週発表されたそれぞれのキャンペーンについて僕の方でざっくりとまとめましたので、はい、それでは早速 LINE ペイからお伝えしていきたいと思うんですけども、やっぱり LINE ペイといったらこれですよね。ペイ特済再びということで、実質最大 20% 還元ということですね。そして今回上限はそれぞれ分かれてまして、LINE ペイアプリがなしの場合は最大5000円相当、そして LINE ペイアプリがありの場合は最大1000円相当の還元を受けることができるということで、そして今回はなんと LINE ペイカードの対象外ということですね。ちょっとこれは少し残念ですね。あとは期間は6月の1日から6月の9日までとなってます。で、まだこちらのペイ特済に関しては公式ページがまだ出てないので、何かしらの追加情報などがあれば随時動画で更新をしていきたいと思います。次にメルペイなんですけども、メルペイというかこのキャンペーンですね、はじめるペイということで、初めての方限定のキャンペーンで、まあ簡単に言うとメルペイでお買い物をしたら 20% ポイントが還元されるということですね。で、そして今回始めるためには条件がありまして、メルペイが初めての方に限るということで、期間は5月の21から6月の3日までと決まってます。あとはこれを受けるためには必ず本人確認が必要となってます。そして上限は2000ポイントまでということですね。そしてまだメルカリのアプリを入れてない方がいましたら、下の概要欄にリンクと招待コードを記載していますので、アプリをインストールしてみてください。今だとアプリのインストールで300ポイントの付与がされるので試してみてください。次にオリガインペイですね。こちらは50円オフと200円オフのクーポンが配信されましたね。200円のクーポンはスマートニュース経由で取得して、で、この期間がちょっと決まってまして、取得可能期間というのは5月の20から5月の30日まで、そして使用可能期限というのも決まってまして、6月の30日の23時59分までということで、あとは利用可能な場所というのがコンビニ4社のみということですね。詳細は公式のページも下に貼ってますので、ぜひ確認してみてください。最後に D 払いですね。で、こちらは D ポイントが最大1000ポイントゲットというキャンペーンで、1110のいずれかが当たるということですね。そしてもらう条件としましたら、4月30日まで D 払いの支払い履歴がある人、そしてキャンペーン期間中に200円以上のお支払いをした人で、あとキャンペーンの期間は5月の24から5月の31日までとなってます。そしてポイントの申請は6月末以降に順次申請されるということですね。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。以前もですね、キャンペーンのまとめ動画出したんですけども、僕自身もですね、結構キャンペーンとか忘れちゃったりすることがあるので、自分でもああこのキャンペーンあったなといういい復習ができたなと思いました。そしてもしですね、来週も何かしらの発表があれば、まあこういった週末土日とかにまとめて動画にしていこうかなというふうにも考えてます。ということで、ぜひですね、月曜からも頑張っていきましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローなどよろしくお願いいたします。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。